日本の童謡でおなじみの犬のおまわりさん、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですかと迷子になった子猫を助けようとするのは犬のおまわりさんです。ほのぼのした情景が浮かぶこの歌は多くの人々に親しまれている名曲です。そこで今回は思わずこの歌を思い浮かべてしまうような話をお伝えします。ただし迷子の子猫ちゃんではなく、迷子になっていたのは犬だったのです。嗅覚が鋭いことで知られている犬、どんな状況でも匂いを嗅ぎ分けることができます。とはいうものの、時には迷子になることも。そんな時はどうするのでしょうか。迷子になってしまった犬が助けを求めたのは意外な場所でした。ある日の早朝、アメリカ・テキサス州エクター郡オデッサ市にあるオデッサ警察署に予期せぬ訪問者が現れました。それは一匹の犬でした。犬は警察署の入り口ドアを通り抜け、受付カウンターまでやってくると、おまわりさん、迷子です、と、まるで自身の迷子を申告するかのように、二本足で立ち、キュートな姿を職員に見せました。この時の様子を写真とともに、Facebook にシェアした同署は、迷子？もしくは警察犬の応募にやってきたのか？と、ジョークを綴っています。Facebook の投稿によると、犬はとてもフレンドリーな様子で、居合わせた職員皆がその犬を大好きになり、ロビーでテニスボールを投げたりして遊び相手になってあげる人もいたといいます。カウンター越しに犬に対応したラスティ・マーティン巡査は、犬は自分が迷い犬になっていることをあまり気にしていないようだった。むしろ楽しんでいるように見えた、と話しています。しかし、ふらりとやってきたこの犬の飼い主は一体どこに？この犬は本当に迷い犬なのか？そんな問題を解決すべく、マーティン巡査は犬を観察したところ、首輪はつけていたが、ID タグが外れてしまっていたため、マイクロチップの有無を確認するため、動物管理局にスタッフを派遣してもらうよう連絡を取りました。動物管理局スタッフが来れば、犬がどこから来たのかわかるだろう。そう思ってマーティン巡査は待っていたが、事態が変化したのです。警察職員に遊んでもらっていた犬は、管理局スタッフが到着する前に自ら警察署を去っていったのです。入ってきた時と同じようにスーッと去っていった犬を見て、マーティン巡査はあっけに取られたそうです。翌日、その犬の飼い主を名乗る男性から連絡がありました。犬はチコという名前であること、チコは自分でちゃんと家に帰ってきたこと、署から約 1.6 キロほど離れたところに住んでいることなどが分かりました。なぜ飼い主はチコが警察署に寄っていたことを知ったのかは Facebook には記されていませんが、もしかしたらチコは迷い犬を演じる癖があったのかもしれないですね。警察署ではとにかくチコが無事に飼い主宅に戻れたことにほっとしたようです。ふらりとやってきて迷子宣言をして、あっという間に署の人気者になったチコ。Facebook には、チコはいつでも大歓迎です、と締めくくられています。実際に迷子になっていたのかどうかは疑問ではありますが、なんとも可愛いチコですね。そして、警察の職員の皆さんは、人間だけではなく、一匹の犬に対しても優しい対応をしていました。その行動に心温まりますね。何はともあれ、飼い主さんのもとに無事に戻れてよかったです。また、ある日、
タイの首都バンコクのレストランに勤めるスニーさんの生後4ヶ月の愛犬が姿を消しました。名前はキューナン。職場に連れてきていたキューがいないことに気づいたスニーさんはすぐにあちこちを探し回りました。しかしその行方は全くわからず途方に暮れていました。一方、迷子のキューは6時間もバンコクの通りを放浪していました。家に帰る道も飼い主の働くレストランに行く道もわからなかったキュー。そこで向かったのはかかりつけの動物病院でした。獣医が好きではない犬も多いものですが、キューはここに行ったらきっと助けてもらえると思ったのでしょう。防犯カメラにはクリニックの窓やガラスのドアをひっかいたり吠えたりしながら周囲を嗅ぎ回り、誰かが気づくまで座って待つキューの様子が映っていました。午後8時過ぎにタイのプタラクサ動物病院にやってきたキュー。スニーさんによると失踪が分かったのは同日午後2時ごろ。キューはその6時間後にふらりとここに現れたのです。最初はドアの前に立ち中に入りたそうにしていたものの、開かないことが分かると所在なさげにうろつきながらガラス越しに吠えかけたりしていました。その5分後、スニーさんだと思ったのか出てきた人に近寄るキュー。すると見送りに来ていたスタッフがキューに目を止め奥の方に去っていきました。え、気づいたのに?と思った矢先、親しい誰かを見つけたように立ち上がるキュー。続いて出てきたスタッフがキューに合図をし確認めいたことを始めました。そしてついに辛抱強く待っていたキューを招いてくれました。嬉しそうに入ったキューは他の犬にも挨拶したりとまだ元気な様子。優しいスタッフに気づいてもらって本当に良かったですね。実はここはキューが1ヶ月の時から予防接種を受けている病院で、2ヶ月前にもスニーさんと訪れていました。定期的に来るうちに場所を覚えていたのでしょうか、帰り道が分からなくてもここにはなんとかたどり着けたようです。キューがどのように姿を消したかは不明ですが、空白の6時間の間にできる限りの知恵を絞り、自らの足で飼い主につながるルートを探り当てたのでしょう。現地メディアによると、この時、外から中を覗き込んでたキューが仕事中の獣医さんに嬉しそうに尻尾を振ってきたため、獣医さんの方もキューがいることに気づいたそうです。その後はスタッフがすぐさまスニーさんに連絡。驚きながら駆けつけたスニーさんとキューはお互いに大喜びしていたそうです。行き場を失いさまよいながらも、ここならきっとと馴染みの場所までやってきたキュー。 Facebook で映像をシェアした病院も愛らしくて賢いキューの行動にはかなり感心したみたいです。嗅覚が優れている犬でもこのように迷子になってしまうことがあるのですね。帰り道がわからなくなってしまったり、飼い主さんとはぐれてしまったことでパニックになってしまったのかもしれないですね。なんとか行きつけの病院にたどり着くことができて本当に良かったですね。病院は嫌いな犬が多い中、病院に助けを求めた嗅の姿にほっこりしますね。そのおかげで飼い主さんのもとに無事に戻れたことが何よりですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。